プロ野球静岡県人会主催の野球教室が昨日静岡市で2年ぶりに開かれ、プロ野球選手が子どもたちを指導しました。講師を務めたのは静岡高校出身でオリックスの増井宏敏投手、清水東高校出身で阪神の岩崎優投手ら4人のプロ野球選手です。教室は選手ごと4つのグループに分かれて行われました。増井投手がボールを投げる際のグローブの使い方を丁寧に教えれば、岩崎投手はキャッチボールの大切さを熱心に伝えていました。対面でやってあげることですごく子どもたちの刺激にもなると思いますし、頑張ろうっていうね気持ちになると思うので、やっぱりこうやって対面できることが大事だなって改めて感じました。